ジどうもしらのしりとイモタツです。皆さん、イモタツさんってサッカー部なんですけれども、彼リフティングができないんですよね。サッカー歴何年ですか？サッカー歴何年ですか？小4からやってるので10年近くです。18年くらいまあ、この方は18年サッカーやってるんですけれども、まあ、リフティングがなんせあんまできないと、っていうことで、あ、いや、言い訳をさせてください。はい、リフティングできなくてもサッカーはできるんですよ。それ知ってます。私ですね、いい勝負あるんじゃないかなと思って持ってきました。何でしょう？パーティー20回当てる VS イモタツリフティング100回連続でどっちが早くできるか。なるほど。まあ、イモタツさんは今回リフティング100回連続ですね。はい、10回やって落として、あ、次11、12じゃなくて連続で100回です。なるほど。ただしルールとして足だけです。リフティングってどこ使ってもいいんですか？足だけなんで、今回のルールでは例えば10回リフティングやってちょっと高く上がりすぎてヘディングで1回こう安定させるみたいな、それをしたら別にそれいいんですけど、10回やって上がって頭当たって整えて11です。足で何回シンプルにできるかっていうのをあなた100回連続ですね。なんでちょっと足難しいなと思ったらヘディングでこうゆっくりしてもいいんですよ。ヘディングでしか100回やったことねえわ。しかも今回どっちが早く終わるかなんで、ちなみに妹さん何分くらいで終わります？まあ初出し情報なんですけど、僕足のリフティング100回までやったことない。ちなみに得意なシルダー何分くらいでできます？俺だもん、だって1分とかそんなで終わるの。おかしいやろ。だって1分半で90秒や。1、2になるやん。1分ぐらいで終わります。1秒で2回やればもうすごい。なるほどね。そんな感じですよ。だから僕バーチ20本なんですけど、僕自分で取り替えないといけないんで。あ、今回ボール拾いで私が頑張ります。あ、本当ですか？はい、ありがとうございます。やっぱそこをタイムに入れちゃったらちょっとあれなんで。ありがとうございます。ハンデやぞ。ハンデ。ハンデ。大幅ハンデですよ。芋タッツは両足使っていってよるけんね。両足だろが片足だろが関係ないけど、100回できんじゃん。今回初100回達成で、実際自己ベスト更新確かに記念すべきモタツの100回が見れると、はい、まあ、見れんかもしれんねっていう感じでちょっと対決やっていきたいんです、はい、それではできる。マジマジマンジキックはまあゴールライン後ろで、そうですね。いやもう余裕でしょ。余裕やな。じゃあそれでは行きたいと思います。よーい、一回は当ててるんで。なさすぎ。
は攻めでせろ。何時なんだよ。いよいよ。
したら終わってなんかあえてやりやすいしてるかもしれない。ちょっと行ってみようか。近寄んな。あ、終わりました。終わった。え、どっちかなかった。終わってた。よし、2回ね。もし行けんかった。まあじゃあ一回惜しいなって思ったやつがめっちゃアクセントだろ。めっちゃ集中しとった。めっちゃ集中しとってアクセル当たって落ちて。やばすぎる。まあ結果イモタツは100回できずと更新してない最高記録。まあ確かにこっちのこの差はバーは 20% 出ればいいけミスっても回数減らんっていうメンタル的な部分で後々と有利になってくる。多分カメラマンは多分撮ってたから分かると思うけど、あの途中で俺のメンタルが崩壊しちゃって言ってください。99やっても落としたらゼロやから、そこのメンタル的な部分は難しかったかもしれない。まあ結果私の勝利です。まあちょっと時間かかったけどね。いや最初めっちゃ苦戦した。最初苦戦してあの慌てて聞いて集中できてなかったし、きつすぎた。インターバル、ここのインターバルきつすぎてちょっと乳酸が摂取たまってしまった。しかし一瞬は集中力大事なんですね。まあ妹さんには、まあ、リフティングの練習してもらって、まあ、100回できた暁にはまあ Twitter からアップしてもらいたいなと。TikTok とかで毎日の経過とかを出したら毎日で成功できるかっていうのをちょっと期待して、まあさすがにちょっとね、まあ、罰ゲーム言ってなかったけど、そのぐらいやっぱ自分を見つめ直してもらうとそうですね、いけないっていうところもあるんで、家出るとき靴履くぐらいの気持ちですね、うん、やってもらうゴールと共に過ごす。イモタツがなんか得意分野で、ね、得意分野で僕の苦手分野で持ってきてもらったら、はい、あ、分かりましたっていう感じで、まあ、イモタツと支流の対決が対決には始まりましたね。まあ、この対決がね面白いと思ったらぜひチャンネル登録と高評価の方で、ぜひね、まあ、イモタツさんが、まあ、毎日練習するみたいなんで、そちらの方もぜひ確認の方、まあ、各 SNS はね下の概要欄に貼ってるんで、ぜひそちらの確認もお願いいたします。じゃあ次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。